レソトサウルスは草食性の長蛮類の恐竜である。1978年に古生物学者のピーター・ガルトンがレソトの恐竜という意味で名付けた。ラサオッタソリス・ダイギーナスティカスのみの一族一種である。レソトサウルスは当初は長脚類と考えられていたが、ポール・セレノラによる研究により基地の長蛮類の恐竜の最も原始的なものであることが示唆された。 レソトサウルスの分類の歴史は複雑で、長い間、同じ地域から発見された、別の長蛮類であるファブロサウルスと、しばしば混同されてきた。2005年、リチャード・バトラーは、長蛮類の新しい系統発生学的な研究成果を公表し、その中で、長蛮類は、剣頭粒子ため、角粒子ため、長脚下目を含む、各脚類の中に置かれるべきだと主張した。 一方で、レソトサウルスは、ステゴサウルス、アンキロサウルス等を含むう縦アモクの極初期の形態であるとし、またストロンバージアは、レソトサウルスの生態である可能性も示した。人と比較したレソトサウルスの大きさレソトサウルスは、体長1メートル程度で2足歩行し、装飾性である。長い足、短い腕、細い尾を持ち、これらの特徴から速く走ったと考えられる。 頭骨は小さくて平たく、眼下は大きい。目と顎の筋肉を収めるくぼみは大きい。鼻は小さくて尖っており、下顎は興奮まで続いている。葉は溝の縁に沿って生えていて、硬い植物を強く噛むのに適している。頭は短いがしなやかな首の上についている。胞子は小さな手がついた前足よりもだいぶ長い。手には よく発達した指が4本と小さい指が1本ある。講子の長さにより、レソトサウルスは速く走っていたことが示唆される。大腿骨は、特徴的で、他の恐竜には見られない、大腿骨頭が見られる。レソトサウルスは、レソトや南アフリカ共和国のように、気温が高く乾燥した気候に住む。レソトサウルスの化石は、ジュラ紀前期のヘッタンミアン紀からシネムーリアン紀にかけての、 上部エリオット類層で発見される。ありがとうございます。